行きますよ、アスルクラロッセコ。さあ先週はですね、野村正孝選手のゴールキーパースクールについてご紹介させていただいたんですけれども、今回はそのスクールに潜入しちゃおうということで、私沼津上竹が来ました。いやー、サッカーだって言ってんのにね、高校球児感ね出しちゃってすいません。本当に万年玉拾い感が出ちゃってますけれどもね、早速ですけれども本日の主役先生をお呼びいたしましょう。ノムさん。顔隠して何ですか。お願いします。野村選手声聞こえてないんですよ。お願いします。顔出してください。恥ずかしがりや、まさかの。ごめんなさい、宣伝です。あ、宣伝だったんですね、はい、ごめんなさいじゃないんですよ。改めまして野村選手でございます。よろしくお願いします。スクールも先ほどねやってましたけれども、その前とかって何やってました？あ、暇です。いやいやいや、暇ですじゃないんですよ。そんな言い切るのやめてください。すごい、1歳上なんですよ、実は。僕がですか？あ、そうなんですよ。え、野村選手の方が僕より一つ上で。そうなんですか？そうなんですよ。こんなに全然見えないですね。こんな違います？本当に。もう年上かと思って。あ、本当ですか？はい、全然ですよ。あ、じゃあ、はい、今日頑張ろうな。あ、全然合ってるんですけどね。合ってはいるんですけど、そんな急にバッて来られたら、こっちもね、戸惑ってしまいますんで。ちょっとシュートをですね、はい、僕本当にサッカーが、はい、経験が、はい、本当に遊びでしかやったことないので、はい、蹴ってもらっていいですか？あ、いったとりあえず、はい、とりあえず蹴ってもらっていい？わかりました。いいですね。行きましょう。いや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 、足の一番硬い部分、はい、骨ですね。はい、ここですか？ここですね。はい、簡単に言うと、はい、ここをボールの真ん中に思いっきり当てる。はい、ここを思いっきり、はい、あ、いいですね。もういいじゃないですか。みんなやっちゃうのが、はい、飛ばそうとしすぎて、はい、力んじゃうんですね。はい、だからグーって力が入ったまま。なるほど。なので、はい、インパクトの時だけでいいんですよ、はい、インパクトの時だけ、はい、ボールに足が当たる瞬間だけ、はい、力入れればいいんで、ちょっと見せていただいてもいいですか？すいません。当たる瞬間だけ。うわ、さすが。で、ちょっとずれちゃった。ちょっと、いやいや、できれば。いや、すごいですね、やっぱ破壊力が。はい、こんな感じで軸足はボールの横に、基本的に、はい、一歩ぐらい。うわ、で、確実に当てる。すごいな。練習してみましょう。こんな貴重な経験ないですよ、じきじきに教えていただくなんて。ちょっと嬉しすぎて俺言葉出なくなってきちゃって。もうでも出てますよ。今はそうですけど、はい、なんか上げ足取ろうとするのやめてくださいさっきからちょっと。おお、一気にいいんじゃないですか？本当ですか？さっきより良かったですか？っていうのはなかったですね。なかった、はい、でもまだちょっと下を蹴っちゃってる。はいはいはい。なぜかというと、はい、なぜかというと、はい、蹴った瞬間にもうボールがどこ行ったかなって目で追っちゃうんですよ。はいはいはい、目で追ってました。したら当たった瞬間見てないんですよ。はい、あ、見ないといけないですね、はい、最後まで当たる瞬間まで見ておく。はい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 、見て振り抜いて、はい、なるほど。おお、どうした？もういいんじゃないですか？本当ですか？はい、ようやく拍手出ました、皆さんの。いいですよね、ようやく。よかった。最初どうなるかと思ったんですけど。ありがとうございました。いやいや、終わりじゃないですよ、まだ終わらないですよ。ゴールキーパー見たことありますか？もちろんありますよ。ありますか？バカにしないでくださいよ。ありますよ。ちょっと構えてみてもらっていいですか？はい、わかりました、はい、構えればいいんですね、はい、いいですね。これでいきましょう。やめてください。これでいきましょう。本当にごめんなさい、本当にこういう感じじゃないですか、はい、こういう、はい、動きはいい。ちょっと、はい、すいませんでした。すいません、ちゃんとやります。すいません。あ、目が本気で怒ってる。お、すいません、すいませんでした。膝が外を向いちゃうと動きづらいんですよ、はい、はいはいはい。肩幅です。肩幅、はい、肩幅でいいんですね、はい、あ、そうなんですね。なんか意外とこうやってるイメージがあったんですけど。そうなんですよね、はい、でも肩幅に曲げてもらっていいですか？はい、スクワットです、ね、はい、でこのまま下ろすと、はい、そのままでいってください、はい、
なんてことするんですかってなっちゃうわけですよね、はい、ですよね、合ってますよね、合ってますよね、合ってます、はい、ですよね、ありがとうございます、はい、なので、はい、前傾姿勢にするんですね、はい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 、なるほど、はい、でもこれが、はい、突っ込みすぎるとこういっちゃいますよね、はい、いっちゃいます、こうならないぐらい、ならないぐらいの絶妙な位置で、はい、それぐらい、はい、絶妙な位置、はい、それです、あ、これなんですね、はい、手の位置なんですけど、はい、手の位置、自分の視野に入るぐらい、あ、なるほど、あ、自分の、はい、ちょっと不格好になっちゃうけど、はいはいはい、視野に入ってないとこからパッて出した時に一回下に下ろしてもらって、はい、ボールいきますよ、はい、キャッチしてください、はいはい、これ速いボールが来た時に、はい、いつも同じ手の形って作るの難しいですよね、はい、そうですね、ここからとっさり出した、はい、今ゆっくりやっていただいたのであれです、はい、だから視野の中に入れておくんですよ、したらこの手をボールに持っていくだけで、はい、いつも同じ形に持っていけるんですよね、生徒さんこれめきめき上達するでしょう、野村選手のおかげで上手くなってくれますね、いや、やっぱさすがっすね、飲み込みがみんな早いんで、いきますよ、アスルクラロ沼津セコー、 PK 対決に行くんじゃないんですか厳しいな、いやだからそうなんですよ、だからそうなんですよ、行きたかったから行きましょうって言ってたんですよ、はい、僕は俺 PK 対決に行きますよって言ってほしかったんですけど、はいはい、あれお笑いやってた方ですか、めちゃくちゃ上手いですけど、やってないんですけど、 そっちもめちゃくちゃ上手いですね、なんかじゃあ組みますか、あ、組まないです、あ、組まないですか、組まないです、いきます、でもシュートスピードはやっぱ速くなってますね、さっきより、いや、やっぱすごい余裕のよっちゃんですね、やっぱり、いきますよ、はい、ちょっと怖いですって、そんなちょっと怖いですって、さっきキャッチをしてたんで正面蹴ったじゃないですか、はい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 、なんでキャッチしてくれないんですかいやこれそれは怖いからですよ、そんな言われてもプロだから、あなたプロだから、真ん中にしか行かないし、もういや、もう練習は終わったわけ、ね、うわ怖っ、練習は終わりです、怖っ、真ん中、うわ怖っ、いきますよ、あ、行きますよ、ちょっと、あ、沼津セカー、あ、今、ああちょっとそんな聞いてないっすよ、下行くっていうの、いや沼津最高ってやってたんで、いや聞いてないです、右の隅行きます、右上の、じゃあ僕ここ立ってます行きます、あ、これは余裕っすよ、もう、よっしゃ、本当はあっち狙ってたのに全然違うところ行ったラッキー、そうですよね、全然違うところ行った、ね、ナイスキーパー、もう3本でいいんじゃないですか、もうナイスキーパーです、いや、すごー、うわ、左の上のところ狙いますわ、わかりました、あ、あれ見てくださいよ、あれ、あっちに UFO じゃないですか、あれ UFO だ、 UFO だ恥ずかしいって、これどこですか、はい、あ、大丈夫です、もう行っちゃいました、もう行っちゃいました、行きました、はい、もう行っちゃったんで、はい、いや終わってから確認しようかなと思ったんですけど、 あ、そうだったんですね、あ、そう、普通に外しちゃうんだよな、普通に、怖っ、今日の夕飯何するんですか、もう食べてきました、あ、そうなんですね、何食べたんですか、はい、お想像にお任せします、さ止めれるんですよね、す当てないように決める方が難しいんですよ、これは、あー無理無理だ、終わりました、ちゃんと、いや、すごいですね、あ、最後にですね、はい、あの野村選手のやっているゴールキーパースクール、はい、まだやられているということなので、ちょっともしよかったら PR とかしていただけたらなと思います、今週が最後になると思うんですけど、はい、
まあ、ラストチャンスということでぜひ来ていただけると嬉しいです。はい、はい、ということで本日改めてありがとうございます。ありがとうございました。ちょっと最後にせっかくなんで、はい、一緒にあれでちょっと締めさせていただいてもよろしいですか。はい、分かりました。いきますよアスルクララの沼津。なんで合わない、なんで合わない。アスル最高で言ってたじゃないですか。アスルクララの沼津って言ってました。僕はインスタとかも結構見てますからね。ダメだこの人の反感もさ、相性が合わないおかしいだろお前。ちょっと何なんですか、怖いなこの人、怒ってるよ。いや本当は優しいんですよ。本当にそれ何なんですか、その本当は優しいって本当に。まあ、とにかくぜひちゃんとやりましょう。ぜひね、スクールもね、改めてぜひお願いしますよ。アスル最高。やっちゃった。ようやく決まりました。いや決まってない。ここ別にそんな長くなくていいんすよ。この辺でした。本当にありがとうございます。ありがとうございました。野村選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ファンサポーターの皆様、1年間熱い応援ありがとうございました。今シーズンはライセンスの問題もあり、一時どうなるかと思いましたが、皆様のおかげで、来季も J3 で戦うことができます。本当にありがとうございます。今シーズンの悔しさをしっかり来季に生かせるよう頑張っていきたいと思います。来シーズンも応援よろしくお願いします。